マーチン・リスター著書の図版マーチン・リスターは、イギリスの医師、博物学者である、バッキンガムシャーのラドクリブで生まれた、父親は議員を務めた同盟のマーチン・リスター教で、お父に、国王ジェームズ一世の王妃アン・オブ・デンマークと、国王チャールズ一世の次院を務めた、マシュー・リスターがいる。1655年から、 ケンブリッジ大学のセントジョン・カレッジで医学を学んで1660年に卒業した1671年に王立協会フェローに選ばれた。1683年までヨークで医師を開業した後、ロンドンに移り、1864年にオックスフォード大学の医学博士号を受け、1687年に王立内会協会のフェローに選ばれた。 法律協会の機関誌、フィロソフィカルトランザクションズに、博物学、医学、考古学に関する多くの論文を執筆し、著書に、イギリスの動物誌、カイル医師、ニマイガイなどがある。カイル医学の専門家として高い評価を受けていた。アタナシウスキルヒャーによって、 海類の化石が研究された時代の科学者であるが、化石の海類と原生種の海類との形状の類似を認めながら、単に鉱物の中にたまたまできた構造であるという立場をとり、生物の痕跡であるとは認めなかった。地質学の分野で、イギリスの地質図作成の必要を説く論文も発表した。卵化の植物の俗名、リステラに懸命された。月のリンクルリッチの名。 動作リスターもリスターにちなんで名付けられた。ありがとうございます。